ニッキー・ミナージュ、防弾少年団に感謝、ツイッターで交流、ラブユーガイズ、写真イコールビッグヒットエンターテインメント、ニッキー・ミナージュ防弾少年団とポップスターニッキー・ミナージュ、ニッキー・ミナージュがグローバルな友情をアピールした。日記、ミナージュは16日、韓国時刻、自身の SNS に防弾少年団のツイートをリツイートした。防弾少年団は先駆けて、ツイッターにニッキー・ミナージュのニューアルバムを PR するコメントを投稿し、ニッキー・ミナージュはこれをリツイートして、Love You Guys。Thank you!と感謝を表した。ニッキー・ミナージュは13日、ニューアルバムの、Queen を発売。女性ソロアーティストとして圧倒的な存在感をアピールする彼女は、今回も堂々とした女性の姿を代弁し、世界中の音楽ファンを魅了している。彼女の音楽に防弾少年団も惚れたのだ。防弾少年団は25日と26日の2日間にわたり、ソウル産出、チャムシル、総合運動場のオリンピック主競技場で、ラブ、ユアセルフ、ソウルコンサートを開催する。これを皮切りに、アメリカ、カナダ、イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、日本など16都市で33回の公演を開く予定だ。防弾少年団、YouTube チャンネル登録者数が1000万人を突破、RM&JIN の記念ショット公開、防弾少年団、K クラブ、ガベーレコード産業業界のゴールドディスクに認定、これで3度目ラブユーガイズ。Thank you https://t.co/e7hudycqueen@nickiminaj 2018年8月16日ラブ N ICKI's new album https://t.co/pp/zjq9GB 録音 @bts_twt 2018年8月16日